いやでもな、衝動的なんだよ、だから切断って。だから自殺と同じだよ、自殺と。後から振り返ってみたら、もう絶対後悔するのに、それ分かってる、やっぱ衝動的な、ねえ、やっぱその感情的な行動って、やっぱ人間、そうなかなか抑えられないじゃん。まあ、そういうもんやと思うで。これ完全にウケるだな、これな。でもウケるに対して勝率結構高いんだよな、俺。ウケループは怖くない。3分で調理するわ。俺、ウケるってよく言うけど、俺、ぶっちゃけウケループが具体的にどういうことなのかあんま分かってないんだよ、俺。毒々とかでじわじわ行くってだけでしょ？まあゴミだよね。俺がつむざいてやる。うおー、この選出でどうだ？ザ。オッケー、じゃない。けど、あいつはやりにくいんじゃないか。二度食い、電磁や毒無効。で、俺もぶっちゃけもうず、あれだよ、もうどっしり構えても30分間戦う覚悟はできてるから。ああ、小さくなるとか詰まれたら嫌だな。地球投げマジキングオブニドリなんだが、ニドなんだがドリルを持ってる。確かに。キングだったらな。地球投げ怖いわ、やっぱり。確率に50削られるっていう。ちょっと待って、これ負けるんじゃない？ひょっとしたら。わー、これ反応がやっぱやばいんだよ、ラッキーだとな、これな。HP が高いから。ラッキー捨ててくんのかな？どうなんだろう？
引っ込めていく無道化、これ多分無道突破しちゃうかも。あ、そんなことねえな。さすがにそれはないか。で、5つ目が入って、あとこの毒もう一回耐えてくんねえかな。耐えろ。よし、耐えた。ナイス。叩き落としたくてムズムしてるね。前から見てきたグダグダからどんなストーリー作るか楽しみ。 ありがとうございます。はい、パート2はすぐに多分上げられると思うんで頑張ります。無理やり行くしかない、無理やり。で、まあ、羽休め積まれるけど、でも逆にもう残り1体になったことによって結構戦いやすくなったんじゃないのこれ。残り1体じゃなかったです、すいません。どこが残り1体やね俺。そうだね、今頑丈があえて切れちゃってるから、ここが戦いやすくなってるはず。モコとマイクラフトには入荷する。まあ、マイクラフトは、まあ、チャンネル限定のみでやっていこうかとは思っています。配信は、はい。で、無道引っ込んで誰か、多分これラッキーなんて出てこないでしょ、ここは。グライオンが出ていく。でも勝ったな、これ。勝った気がする。まあ守るでしょうね。まあ意味がない。礼儀がある。多分ひょっとしたら相手 A に振ってないんだとしたら自信耐えると思うんだよね。まあ別に彼に耐えなくても、いや耐えないと、いや耐えなくても、なんとかなる、公算はある。あー、TOD 狙ってくるって可能性もあるか。ありえるな。まあ、やるよ、俺。とことん。魚人かばしていった、危なかった。落ちるよね。よし、崩した相手のサイクルを。まあてかちょっと相手使い手としてはそこまでではなかった。でもまあレートが そこそこやっぱ1700超えてるってあたりは、うん、まあ多少はまあそれなりに使い手ではあったんだろうけど、そこ俺が上超えていったよね。1700が受けを使うわけがないって言ってるのと同じ。ああ。いや、二度クイーンはね、ほんと刺さる、パーティーには刺さるんだよ。刺さるパーティーには刺さるんだよな。大川大佐ありがとうございました。